赤尾氏は、日本の氏族の一つ。イカ氏族の赤尾氏は、中富の氏と先祖が同じであるとする、イカ氏から派生した氏族である。イカ氏系図には、イカツ氏に命十六世子孫である柏屋女の部の孫、女神が赤尾と名乗ったことが記されている。また、イカ氏系図には、赤尾女神が、立花の氏を称したことが述べられているが、 静止家系大辞典はこれをお借りおかせであるとしている。江北記には、京極氏の根本東方悲観のこととして、今井、川家、今村、赤尾、堀、安陽寺、三田村、湯家浅井、小野八郎、川瀬九郎、二階堂ら十二氏のうちの一つとして記されているが、この赤尾氏は、イカ氏族の赤尾氏のことであるとされる。また後に家臣になったものとして、 一覧発国五悲観三人衆が文明二年であることから少なくともそれ以前より京極氏に仕えた。京極氏の源流である佐々木氏が平安時代中期より大美にあることを考えるとかなり古くから京極氏に仕えたものと考えることができる。イカ氏族の赤尾氏の名跡は大美浅井史流の赤尾氏に継承されたと考えられる。 つそ無むすひそんしせい魂いのちからい、のる魂命しいのち、屋根の命やねのいのしくもいのち、あまねしゅしいのちうさつしにのち、みけのしんいのちいかつしにのち、しんちじんめい、かくていのち、こか、あきらいのち、しのち、無りみいの一万両せきのしん、むきゅうたしん、くろいちまんなこ、こりょうまめ、いかぐし いかぐか守る。いかぐ。いなお。いかぐぶねしゅ。いかぐ。いけまる。いかぐ。うしまろ。いかぐとうぶ。いかゆたかあつ。いかあつよ。いかあつ。きょう。いかあつおす。いかあつ。じゅん。いかはんあつ。いかあつ。らい。いかもろあつ。いかこうえい。いかすけあつ。かしわらじょのべ。かしわらやす。じょ。あかおじょしん。あかおきよまさ。あかおまもるきよし。あかおもりちか。あかおさだきよ。あかおじきよ。 大海国伊下軍赤尾を本願地とし、土豪、黒人領主として赤尾の地を治めた。大海国庫北四家への一つとされる。この一族の人物として、戦国時代に赤尾清綱が出た。また、北大海の戦国大名を浅石にあって、海、北綱親、赤尾清綱、雨の森清貞と合わせて海赤尾三将と呼ばれた。 戦国大名浅井氏の台頭により京極氏が衰退すると同じく京極氏根本批判であった浅井氏に従う。関西重州所家府には浅井助政の聖母に赤尾教聖女とあり、浅井三大規では赤尾教聖は浅井助政の兄とされている。なお、赤尾家府によると浅井氏所流である浅井県政の長子、教聖が 母方の赤尾慎次郎の後を継いだと記されている。戦国大名浅井市内での赤尾市の重要性を考えると、浅井市と赤尾市は何らかの血縁があったことがわかる。赤尾清綱ははじめ孫三郎を後に三作守ると称す。忌みの清綱とする。戦国大名浅井市初代、浅井助政の頃から、 浅池に仕え、浅池の宿老として、浅石三代に仕えた。小谷城内の防衛の要所、本丸横下に赤尾屋敷と呼ばれる袖車を持ち、そこに在番していた。通常、家臣は城間に屋敷を持つそこを館とするものだが、城内に自身名のついた狂わを任せられていたことからも、浅石にとって赤尾氏は重要な存在であった。信長後期では、 おたり城落城で、浅井美善、赤瀬美正か障害させの記述があり、赤尾屋敷と浅井長政が、最後まで命運を共にした。なお、清綱の子供らの命は、清綱のそれまでの働きと忠義に免じて、織田信長時期,時期に除名したと言われている。浅井氏の滅亡により、赤尾氏も、本願地の赤尾を追われ、新たな鹿の地に移り住むようになる。清綱の長男は、 通称新兵 AA、後に、清志冬。朝石滅亡後、宮部慶順に仕え、飲酒書磯の状態となる。その後、慶順の子、宮部長房に仕えるも、関ヶ原の戦いで、長房が、西軍に組みしたために長房は、所領鳥取五万国を没収される。清冬のこの三衛門清正ははじめ宮部慶順に、仕え、関ヶ原の戦いの後、 元の主家である、京国工事に戦国で仕える。寛永十一年に、工事の子、京国忠敬が、出雲松江藩へ転覆されると、忠敬に付き従い、小浜より出雲へ移った。富山赤尾氏の祖となる、赤尾勝野は、清正の次女である。清綱の次男ははじめ、貨兵衛と称し、後白を兵へと改める。浅井氏滅亡後、 関ヶ原の戦いで福原右馬助に属死戦死する。清綱の三男は、はじめ晋介と称し、後に、赤尾泉守ると称する。浅池滅亡後京国工事に主観する。1600年、大津城の留守を、黒田井岡美と共に預かる。工事の帰還の後の大津城の戦いで山田大井、吉とらと共に奮戦し、活躍は目覚ましく、西兵五百を率いて、 城外の大軍へ打って出て、存分に暴れ回ったという。そのため西軍は、大津城をなかなか落とせず、本来なら、関ヶ原にあったはずの一万五千人の兵力を、大津に釘付けにした。関ヶ原の戦いの後、工事の新しい放置の小浜城の築城に際して、縄張りをして、石垣の基礎を基づいた。 出豆守の子、通称主伝助ははじめ京国工事に3500国で、使え、五家が藩第三代藩主、前田俊常に全国で召し抱えられる。清綱の四男は、孫助と称し、小谷落城後、橋場秀吉に使え、美衆長法で討ち死にする。小谷落城の時織田信長の預かりとなる。15歳であった。 清綱の孫にあたり出雲京極家に仕える赤尾、清政の娘、勝野は、西女の誉れ高く、徳川秀忠の次女である玉姫が3歳で、加賀藩主、前田俊常に腰入れした際に召し出され仕えた。秀忠正室の子は、浅井長政の娘であり、赤尾氏とのつながりの強さを物語っていると考えられる。やがて、 前田俊嗣が生まれると森役を任され、寛永十六年、俊嗣に、富山藩十万国が分藩されると、富山城に移り、富山藩の奥を創設し、ご公式を整備して、奥女中を束ねた。三十人淵と、金五十両が旧された。勝野の父、三江門清正も、寛永十七年に、前田俊嗣に仕え、長啓の渡る三左衛門清寺は、自社奉行。 小奉行、時計の里下雄清長も、寛永16年に年継ぐのを馬回りとして使え、後に、五福五土蔵奉行などを務めた。清長の古格太夫清定は、前田聖保の故障である。勝野は、遠方8年に、兄、清寺の孫の人材門清房を養子に迎える。清房は、お手回し組、お広木基盤を務め、上京2年に、勝野の後を継いだ。 清房の妹は、前田聖保の側室となり、天那2年8月1日に、富山で、乱姫を産むが、翌年7月2日に溶接。清房の妹は城を出て、奥村木材門ぐらいに貸した。勝つのは、上京2年に没したが、赤尾三屋はそれからも富山藩主の側近くに仕え、廃藩地権を迎える。海の国史が収録した、海国屋白軍江村中川の、 赤親木によると、天正十年に、高遠で戦死した武田家,家臣、小山田伊豆守の子が、赤尾氏を名乗ったとされる。一式軍記によると、丹後国与佐軍金谷城に、赤親左衛門が、丹後国竹の軍木津城に、赤尾田島守がいたとされる。この赤尾田島守は、元は、熊谷市でありや鹿が義原の家臣であったが後に、一式氏の元に身を寄せ、 赤尾を称した。出雲国松江藩藩主、京国忠敬の重心だった赤尾氏である。京国電球町に赤尾より、3500国。赤尾主殿之助、2500国。赤尾三江門、千国。赤尾一之神千国といった名前が見える。中世に、武前国宇佐軍を拠点としていた赤尾氏である。戦国時代の人として、赤尾重ふ 赤尾賢守、赤尾順望、赤尾ゆきたねらがいた。赤尾氏系図判例。一系図の出典元は不明。ありがとうございます。